これがこの間壊れてね。ああ、ほら、めっちゃ見えてきたな。こっち、ここが機械のとこなんやけど。おい、ほら、ほら、ほら。取れた。動かせない、ほら、ほら。はよ、暑いね。暑い。さっきまで曇ったってんけど、なんか中途半端に晴れてきたね。うん、これちょっと開けてみようか。うん、結構な機械やもんね。じゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃん。なこれ、これね、うん、自動の機械なんやよ。自動操作の機械なんやけど、これがこの間壊れてね。壊れたって運転できんとかじゃないんやけど、なんかまっすぐ行かんくなってて、で修理出しちゃったんやよ。まだ2年も経ってないんだけどね。ねえ。で、これと、おそらく、不調の原因っていうのは、このアンテナ。これね、なんていうのこれ。電子コンパスっていうのかな、なんやこれ、なんか方位を、なんかこう、なんていうのかな。的確に読み取るセンサーみたいなやつね。はい、はい、はいはい。これがね、羅針盤って言って、こう、なんか、羅針盤ってなんかわかる？あの、方位地震みたいな。そんなやつの上、これがついたらいいけどね。それが壊れたから、とりあえずメーカー送って、直してもらってんけど、これちなみにね、まあこれだけじゃないけど、このキットで、多分70万ぐらいするやん。あ、そうなんや。取り付けとかもしたら多分100万ぐらいと思う。あ、そうなんや。こんなんで。ああ。そんなんさ、2年で壊れたら怒るやろ。原因、何が壊れたかとかそういうのも何にも書いてない、ね。いや、直ったか直ってないかもわからんねんし、原因もわからんねんけど、まあとりあえず戻ってきたから付けてみようか。はい。いただいた、口が。これが、こうはまるわけ。はいはい。こうやって。うん、これはまるわけ。で、このセンサーは、これ羅針盤っていうのがね、見て。うん、ぐっちゃぐちゃね。あの中入ったやつが羅針盤なんや。おお。こういうね。あ、そんなとこにあるんや。そう、ここにあるん。え、別にこの前じゃなくていいんや。こんなとこじゃなくて。前の方がええやろうけど。うん。別にいいんや。そう、別にいいんや。ということで、これをつけなあかん、今から。中に入らなあかんってこと。うん、戻せるかな。え、戻せるかな。腰大丈夫。腰腰はまあ大丈夫やけど、これ線がなんかいっぱい刺さったってさ、いろいろシャメ取ってんけど、その通り直していかなあかんね。それがめっちゃ不安。あ、入るんかこれ。あ、入った入った。何これ、何をしたん。これをこう通してこなあかんからさ。そこから通しとるんか。そうそうそうなん、そうなん。新版にこのなんか聴診器みたいなとこをつけるってこと。そうそうそう、つけなあかんねんよ。やっば、これ見てこの汗。わかる。あー、やばい。よいしょ。あと即禁止やからね。そうそうそう。はい。これを、これが今羅針盤の下ないです。ああ、ここ通したさっきの穴ね。で、ここに座るとこっていうか、座るとこの足元があって、で、ここ、こっち、ここが機械のとこなんやけど、はいはい、これ入ったのかな、これで取るときは簡単やってんよ。簡単っていうか、バスッと持ってきたからって、はいはい、バンド全部外しちゃったから、チェーン垂れまくってあるから。あーね、よし、これで上から引っ張り上げたらいいはずや。あー、また戻ったらいいね。うん、よっしゃ。あら、どういう状況か全くわからん。まあいいわ、これで。ここをさっき止めるわ。はい。これ止めなんだろうね。線がいっぱいいっぱいで届かんっぽい。ほんで、これね、ビスで止まったらだけね。ここ、よっしゃ、ええかな。便利なのもええけどさ。なんかこの手動やったらさ、油圧のオイルが入ってないとか、なんかポンプ壊れたとか、結構目でわかるんやけどさ、はいはいはい、これはわからんよね。こんなん壊れたとかもわからんじゃん。なんでやったんやろうと。まあなんか便利なんやけどさ、便利な分なんかよくわからんよね。よし、ちょっと、はい、どうすりゃいいかな。いや、どうもせんでいいから、電気つけてちょっと俺がするわ。ほい。よいしょ。よいしょ。
ても大丈夫かな。うん、本があるだけ大丈夫、全然大丈夫大丈夫じゃないだけどとりあえず、うん、着いた、うん、つながった、はいはい、と思う。あ、これの船の中ってあんま見せたことなかったね。そうやね、これね、うん、これがね、あの発電機、うん、発電機がね、僕のやつはなんか、ね、ベルト回しする発電機じゃなくて、うん、インバーターっていうのかな、うん、なんかあの家庭用の 100ボルトが使えるやつねんけど、うんうん、それの3キロ3000ワットのやつがついたって、うん、それのこれなんかブレーカーとか調節するやつとかなんよね、うん、まあ、コンセントもあれんけど、はいはい、うん、中はこんな感じ。ほんで裏は見る、何この筒、それこれね、空気抜き。おで、こっち全部機械の裏側みたいな。ここに差しあったよね、この辺。そう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 。こっちも。こっちも。こっちは配電盤。おい、ちょっと、よいしょ。これは配線とかかな。なんか線だらけで。そう、線だらけ。まあ、線の隠し場所みたいな。はい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 。そう。で、ここの中はさっき言ったように。羅針盤。羅針盤と。で、これはね。これ。これもね、ああ、これもその、さっきの自動の機械の一部なんよ。ああ、そうなんや。これで、まあ、自動にしたり、手動にしたり。はいはいはい。で、まあまあ、そういう制御をしてあるやつやね。これ電源入れたら、ここらライトついてくる感じな。そう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 、電源入れたら。まあ、勝手にね、船のメインスイッチ入れたら僕の電源入るから。ああ、なるほどね。じゃないと、動いてくれんからね。はいはいはい。そう、一応そういう風にはなったけど。はいはいはい。うん、で、バッテリーとかもここ入ったりとかね。てな感じかな。てな感じで、うん。とりあえずここ閉めて、タイラップで閉めていこうかな。はい。いやー、タイラップ持ってきたやろ。持ってきた。やけど、はい。ギチギチに止めたいんやけど、めっちゃ、うん、綺麗にパチって。うん。また外さなあかんかもしれないから。わからんもんね。うん、ざっとにしとくかな。うん、うん。じゃないと、また外すときめんどいやん。でもまあ動くか見てからじゃなくてもいいん。いや、ビラビラしてあると、そこに巻き込んでたりしたら悪いからさ。ああ、そっかそっか。ちょっと、ちゃんとしとこうかな。ここらへん止まったって。止まったったっぽい形跡があるな。こういう風に止めておくか、いった。いやいやいや。あんま、止めても微妙やから。ここで止めておくか。はーい。ちょっと余分しとこう。よいしょ、どうなん、はい、これであまりビラビラせるぞ、うん、で、うん、そう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 、そうやそうやそうや、毎箇所見やなとかあかんとかあるな、うん、昨日は聞いた話ねんけどね、うん、なんか同じこの自動操舵つけてあるおじさんがね、うん、こっちが壊れたる可能性もあるんやって教えてくれて、ほう、こっち見たかっつって、ほう、あ、大丈夫だよ、あ、こっちから、こっちから、なんかね、これは舵動かす本体やけどさ、うん、なんかね、うん、これもなんか肝心らしくてさ、これが折れたら動かんってやって、うん、これ折れてないかお前見てみようよっつってさ、はい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 、まあ大丈夫そうやけどね、これ。ああ、そうやね。うん。これは家事本体で、うん、こっちはなんかその、自動操舵の関係のやつなんやろね。ああ、はいはい。よし、巻き替えかけて、涼しくしよう。はいはいはい。
で、それがその時々によって、なんかめっちゃ普通の時もあるんよ。うん。ほんで、めっちゃ戻っていくっていうか、変な、もう全然思ってもない方向行っていく時もあって。うん。で、あ、ちょっとおかしいわと思ってね。はいはいはい。とりあえずそれ治療にしたら危ないから、リモコンっていうのにすると2位ないよ、これは。あ、ね、ハンドルと一緒、はいはいはい、ハンドルと一緒やこっちへ戻してやってきて、まあ、これに戻したら問題ないかって言うけどね、うん、だけど普段結構自動使うもんでさ、うん、で結構当てにするやん、はいはい、それね。でそれでさ、なんかどっか行ってくっていうか、しょっちゅう見やなあかんねんったらさ、あんま意味ないやん。だからちょっと早めに直しといた方がいいかなと思ってこう。まあ、そもそも、まあ、これ運転するみたいにすれば問題ないじゃないか。で、これを外した時もね、メーカーの人言うにはね、うん、これを外したったら、うん、こっちで運転できるから運転は問題ないってやったんよ。ああ、はいはい。だけどさ、僕の船ってさ、あ、クルージングする分にはこれでいいんやけど、はいはいはい、基本的に仕事はこれでするようにしてあるからさ。ああ、そうやね。いつも見合ったら分かれるけどさ、後ろでバックするとかないわ。そうやね、あそこで作業するからね。リモコンを使ってね。ああ、で言うとさ、あっちに家事ないからね。ああ、もう多分仕事できんのよ。そうやね。で、これ直ってくるまで休んだって言うけどね。うん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 。で、まあこれで行ってみてどうかやね。うん。これさ、ああ、ほんまやったら電気屋さんに頼む、こんなつけてもらったりするの。ね、なんか自分でこれなん自分でせなあかんってあんま俺はイメージないんやけど、うん、だけどね、今までの船やったらね、うん、電気屋さんに、僕のまあいつも使いよる電気屋さんに言って、うん、これつけてよあれつけてよって言うから、うん、トラブったらその電気屋さんに言ったったらしてくれるわけよ、はいはいはい、だけどこれの場合ね、広島で作ったやん、うん、だから新品の広島で多分この機械類をつけた電気屋さんっていうのがまずおる、うん、ほんでこっち来てからなんかまた違う電子機器をつけたからさ、うん、それつけた電気屋さんっていうのがあるよ、はいはい、で、なんか無線をまたつけてくれた電気屋さんっていうのがまたあって、おうおう、3軒入ったのよね。で、僕よくわからんから、うん、とりあえず造船所へ言った、うん、だから造船所がこう多分つけた電気屋さんやよね、おうおう、で連絡取ってくれたんやけど、はいはい、僕自体はさ造船所としか話してないよ、うん、だからその他の何よこの機械屋さんっていうの知らんからさ、なんかよくわからんのよね。あーねー。だからその造船所でつけた電気屋さんが、まあ、とりあえずこの機械をね、うん、メーカーこれユニカスっていうメーカーなんやけど、はいはいはい、ユニカスの工場送ってって言うから、ユニカスの工場送った。だ次の日にさユニカスの工場からさ電話かかってきて、何これみたいな。言い合ったのが個人からの修理って依頼受け付けてないんで、あ、僕とりあえず個人で送ったもんでさ、はい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 、何これってなったやろね。ほんで特に何の連絡もないまま、あれ届いとるやんみたいな、急に届いて。地元の電気屋さんっていうのは僕今までしたことがあるから、うん、あるんやけど、その電気屋さんに言ったとこでさ、うん、これをつけてないからさ、はい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 、前言ったらそのクレームとかそんなの分からんやね、うんうん、と思って言わんかってんけどね、うんうん、まあメーカーへつけたとこへ最初に言うのが一番筋かなと思って、はいはい、新品作った人ってどうしやねんの、そういうトラブル起きた時ってね、はい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 、ちょっとなんかそういうの知った人だったらまた教えてほしい、うん、よしってことで、なんか喋りやる間にエンジンもぬくまってきたし、はい、ちょっと出てみようか。はい、おかしい、おかしい、そう、あ、いいかも、大丈夫、いいかもやけど、うん、おかしい、これなんかセンサー簡単につけたのかな、嘘、こっちは羅針盤の方ってこと、うん、そう、反対に動く、うん、いや、わからんけど、わからんねんけど、別にまっすぐ行きゃ何でもいいんやけどさ。そうなの、なんかさ、うん、おかしい気がする、角度ってさ、うん、下が0度なんや、はいはいはい、多分ね、うん、下が0度で、うん、で、こう右行くごとに数字が上がってきて、はい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 、で、また360で戻るんだけど、なんかね、今ね、うん、
305度だね。おかしいや。多分これ0度ではないけど、何らしく至るから多分60度くらいのはずなんよ。はいはいはい、多分58度とか80度くらいのはずなんやけど、305度になってるから今。はいはい、そうってことはさ、今、60度向けたってさ、300度くらいってことはさ、60度くるたるやん。多分逆に360度くるたるちゃうかな。南とか読み取って、勝手にね、思
って僕思いやった。センサーの中に方位磁針が入ったって、それが独自に読み取ってくれやろうかなって思いやってんけど、これあれやね、これ羅針盤の数字を読み取ってくれやろね。あーなるほどね。だから羅針盤が動かんもんでさ、はいはいはい、羅針盤はどこ管轄なの。わからん、羅針盤もこれとセットなんじゃないのかな。まあ原因分かってよかった。原因は分かった。なんか、まさかこの羅針盤動いてないとは思わなかった。羅針盤外せね。さあ羅針盤外していこうかな。どうせ外しておくれ言うてくれやろ。あほらほらほら、取れた。動かせない。ほらほら、こうやろ。うん、これやったら浮いてあるやん。うん、斜めにしたら、うん、まっすぐにしたら見て、ほら当たってて動かんねえよ。ほんま、多分こんな状態になったやんとこ。はい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 、こっちを、ああこうやね。わかる、斜めやね。めっちゃ斜めやん。うん、よし、前やけど、わかった、わかったわかった。ごめんね、エンジン切るわ。はい。これをね、はい、ユニカスへ送って、うん、またちゃうのもらうわ俺。はいはい、これね、うん、壊れたんだ。これ羅針盤ってやつな。まあ、コンパスやね。うん、コンパスが壊れたんか結局ね。そうそうそう、この、うん、これ見て、自動操舵の機械じゃなかったってことやね。そう、自動操舵じゃなかったんやね。うん、でこれ見て、これスマホで見るとさ、うん、これ来た、この向きな。はい。で、これ送られてきた新品な。うん。多分大体同じぐらい向いてあるやん。うん。これ見て。あ、どこそ向いてあるね。こっち向いてあるやん。うんうんうん。これなんかね、ほら、斜めってない、うん、この板が。ほんで、トントンとかしたら動くんや。うん。だから、これが波で揺れた時に、パッてなんかの拍子で戻ったり。はいはい。なんかこう、当たって固まっていったりするよ、ね。止まってたりやね。本来はこうやって、水平でない。水平になるもんなんやと思うけど。ね、これ、北がさ、うん、まあ、これで言ったら、こっち向きやからさ、この西向きなね、これ、はいはい、西の方向いたらいいからさ、僕は北へ行きたいと、うん、北向けても機械自体は北がこっち向いてあるから、ああ行かんはずや。そうそう、こっちこっち行くんやと思う、うん、多分そういうことやったんかなって思ったらいいんけど、治りそうやねこれでね。治りそう、うん、あ、ほんで嬉しいことにね、うん、嬉しいって当たり前やねんけど、うん、あのユニカスさんが保証してくれるらしいです。あ、こっち出しじゃないんでね。そう、こっち出しじゃない。うんうんうん、なんで壊れたんかがちょっと気になるとこやけどね。こういうことあるんかな。どうなんやろ。なんかこういう経験あるよっていう人あったらちょっと教えて。うん。これちょっとこれ今日変えてくるわ。